不動産以外にあるんですか？不動産以外にないんですね。令和の高本龍馬、不動産の鬼まむし沢茂美です。権利収入、不労所得、坂本龍馬の銃のゴム鉄砲です。バキュンバキュン。他にありますか？レバレッジを効かすんです。そうなんです。私は100冊の不動産の年収の3倍の不労所得。今働いてません。自分のやりたいことだけをやる。経済的自由と時間的自由と精神的自由は同じなんです。私もやってみたら6ヶ月でできたんです。国家公務員時代の年収を超えたんです。できるんです。教え子も6ヶ月でできました。バキューンバキューンと狙い撃ちです。ぜひ私のセミナーを聞きに来てください。不動産をやっている方でも初めて聞いたっていう内容ばかりだ。そうなんです、あなたもできるんです。ハロー YouTube、 イエース。不動産の鬼まむしこと令和の坂本龍馬、バギューン沢茂美です。これはなんだって、これはですね、坂本龍馬が持っていたと言われる銃のゴム鉄砲です、ね、これは私の小道具ですけれども、不動産の本を100冊以上読みました。新築アパート、アパートの報道、旅館アパート、親の家の改造、工賃、高家賃でも、空室ゼロ、新築投資、中古投資、アパート、気づいたんです。こうやれば勝てるのになんでみんなやらないのかって。不動産をやるべきなのか、株をやるべきなのか、何をやるべきなのか、自分の時間を作り出すためにはどうしたらいいのかっていうのを徹底的に考えました。行き着いたのが、なぜお金持ちの方々は不動産をやってるのか、不動産にたどり着くのか。教わったことない、ありますか？教わったことないですよね。一番時間をかけずに、一番手広く安全に銀行の力を使ってできるものは、これ不動産なんです。様々な本を大体もう全部読みました。今出てるやつも読んでます。それをひとまとめにぐるっとまとめて、1時間にまとめた、いや、10分にまとめた、このエッセンスを聞きたくないですか？まとめにまとめたエッセンスを。ジェイコたちもそれを聞いて実践して、実際に6ヶ月でできているこの方法を知りたくありませんか？教え子が6ヶ月で年収の3倍の不労所得、権利収入を不動産によって手に入れるために得た、その考え方、これを私のセミナーでシェアしています。ぜひ聞きに来てください。これはやってる人でも初めて聞いたっていう内容がいっぱい入ってます。っていうか、それしかありません。え、逆じゃないの？私勉強したんだけど違いますっていう、そんな内容ばっかり話してます。私の教え子たち言っています。こんなにエッセンスが詰まった内容初めて来ました。聞けば聞くほど面白い。聞けば聞くほど本質だと思います。聞けば聞くほど世の中に出回ってる本に書いてあることは聞かなくていいと思いましたっていうふうに言ってます。その内容ぜひ聞きに来てください。聞きに来るともう変わります。マネーリテラシーが、そうすんの？なんで今までそうやんなかったのかって思います。例えば正規分布、フラクタルとか正規分布とかいろんなことに従ってると言われてますが、どの投資をすべきか、この投資はどういう位置づけなのか、このギャンブルはどういう位置づけなのか、勝つためのルールとは一体何なのか、これ正規分布を使って説明聞いたことありますか？ロバート清崎の BISE のあの4クオドラントの表を分析で聞いたことありますか？ビジネスオーナーは何を売ってるのか、労働者は何を売ってるのか、この話聞いたことありますか？そのあたりをこのセミナーの中でお話します。この熱量でお話します。令和の坂本龍馬がバキューンとお話ししますね。レプリカのゴムの銃です。今まで何十冊も読んできたけれども、本当に本質的なことは沢さんに聞くまで分かりませんでしたと。聞けば聞くほど、噛めば噛むほど、本質的なことしかこの人は言ってないってその方言った。不動産の鬼まむしセミナーぜひ出してください。イエーハロー YouTube、 イエース。よく寝た、よく寝た、シャキーン。